まあ、家族ですね、本当にもう一生多分この関係性で。自粛の時って、うん、池田さんが声かけてくれた感じ。そうなんですよ、もう後輩の池田哲也がもともとすごい僕世話になってたんですけど、さらに世話になりましたね。池田がこの世界入ってたのが高校卒業して18からなんで、なんか僕も初めてできた後輩で池田も初めてできた先輩なんですよ。だからなんやかんやもう20年今日25年ぐらいになったかな、付き合いは。もちろん高校野球お互い好きで、でもプライベートもずっと一緒にいるようになって、まず引っ越したら池田に合鍵を渡すとかで、僕が忙しくなってからは池田が勝手に僕の部屋に入って僕のために野菜スープを作って冷蔵庫に入れといてくれるとか。恋愛スキャンダルがあった時は池田が運転して僕は後ろに隠れていくとか。僕の芸人人生を全て見てきてると言ってもいい、はい、自粛中はもう本当にもうさらに輪をかけてお世話になって